おはようございます。釣り子 TV です。本日紹介するルアーはこちら、ストライクプロと、マングローブスタジオのコラボレーションルアーっていうことでいいんですかね。このビッグバンディットフローティング 1975、77g っていう風に書いてあります。これをね、買ってきてみたんです。価格はですね、4080円で、これね、キャスティングで売ってたんですけども、こんな、でカラーがねこんな感じのね面白いねカラーのルアー、これをね一つ買ってきてみましたよ。はい、じゃあね早速ね開封していきたいと思うんですけども、結構シンプルなこういった袋に入っていて、はーい、ビッグバンディットってことでストライクプロって書いてあって、レッドヘッドカラーですね。この他にもね、キラキラしたね、ボディの、モデルとか、あとはね、黒頭のイエローボディのやつとかね、いろんなね、いい色味があるんですけども、何なのかっていうとですね、最近ね、ずっと言ってるシーバスのこの白パターンっていうのがあって、で、もうね、ほんと餌がこれぐらいの、もうね、手のひらはみ出すぐらいの大型のこの白っていうのが変色されてたりする時があるんですね。そういう時に、巨大なペンシルベイトとか、あとは、畑さんの動画とかでもね、おなじみのダウズスイマーとかね、ジョインテッドクローとか、そういったのでね、大きな餌を変色している大きなスズキを狙おうっていうね、こういう釣りなんですけども、そこで仲間たちとね、いろいろなルアー投げてたりするんですけども、これね、最近ね一緒に行ったねトモローくんっていうね仲間がですね、もうめちゃくちゃこれでよく釣るんですよね。その時自分ともう一人はね丸坊主ね、ほぼね、あれもういつもだったらこれで釣れるんだけどなーなんていうルアーをねいっぱい投げているんですけど、全然ね当たり出すことができなくて、でもね魚はいるんですよね。どうやって食わせようなんていう時に、これのねド派手なイエローボディのやつでね、もうボコボコに釣るんですよね。何で釣ったの、ビッグバンディットですよ、また釣ったと、何で釣ったのって、ビッグバンディットですよ、これなんですよね。いやそれ持ってないなと思って、でね早速こうインターネットで調べて、どんなルアーなのかなって、こういうねホームページがあって、でカラーのね詳細とかもこう載ってたりするんですけども、まあねここにねケースには何も説明書きとか書いてないので、詳細な使い方とかねいろいろ書いてあるんで、ホームページの方で見ていきたいと思いますけども、まずですね1,2,3ってねポイントが書いてあって、1トップウォーターとして、2ジャークベイトにも、3スイムベイトにもなるっていうことで、独特なサイドトゥーサイドアクションでパイクを魅了し、北欧マーケットで一世を風靡したビッグバンディット。パイクルアーなんですね。パイクを狙うためのルアーということで、このユニークなアクションに着目し、日本向けにウェイトチューンを施して異質なフラットスティックベイトに生まれ変わらせました。奇抜な見た目ながらも、そのアクションには独特の生めかしさがあり、就業力は抜群。ランカーシーバスのこの白パターンなど、ビッグベイトパターンにベストマッチします。青物のリアクションバイトを誘うことも可能ということで、特徴ある3つのアクション、1弱く細かなトゥイッチアクションだと水面でペンシルベイト的に左右にドッグウォーク、2強めなジャークを入れると、水面直下で左右に幅のある平打ちダートアクションをします。3スイムベイト巻き、水流を噛んだ時に体をひねりながら S 字スイミングをするということで、アピール抜群のシャラシャララトルオン入りって書いてありますね。あ、で水上フック書いてありますね。各社細軸、まあ、例えば ST46 や、RBMH などまたは中軸ね、ST56 とかトレブル14などの、トレブルフックの20番がマッチ。フック装着で約 87g のウェイトになりますということで、そういったね、説明がこのマングローブスタジオの、ホームページを検索するとね、書いてありまして、で YouTube とかでですねビッグバンディットって入れるとですね、これでのシーバス釣りの様子とか、その他水中のねアクションのね動画なんか見ることができるんですけど、これがねまた水中アクションがね見事にこうなんだろう
弱した時にたまにトップに出つつ左右に綺麗にダート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 っていう感じでね、していて、あのアクションが効いたんだなってね。最近例えばダウズスイマーとかを使っていて、たまにトゥイッチを入れると上昇軌道のこうブワって浮き上がって水面に波紋流しながらフワンってね、余韻を残しながらブワッフワンっていう感じのアクションが出て、その瞬間にシーバスが食いつくなっていうのをね、よーく釣り場で見かけるんですけども、そのアクションをもっとなんていうのかな、シンプルに、まあそこら辺の一番ダウンスイマーの場合は結構沈み込んでいくというかですね、まあただ巻きだと結構ちょっと一段深いレンジをサーチできるんですけども、それの一個上を攻めやすいように見えたのかね、このねビッグバンディットで、その、実際に使ってるの見てると、あれペンシルベイトなのかな、トップウォーターなのかなみたいな感じで、結構定期的に水面からペヒョンペヒョンってねこう飛び出してくるんですよね。でだったらペンシルベイトでいいんじゃないと思ってペンシルベイト投げていたりしても、釣れず、やっぱり基本は水面直下にいて、たまにバンって出た瞬間にたまらずバイトするっていうね、こういう感じなのかななんていう風に見てると思いました。で合わせてですね、フックも買ってきてみましたよ。これね、流儀の、ピアストレブル、ブルータルのね20番ね、これね細軸だしいいなと思って、結構こういう大きなルアーになるとですね、太軸の結構ごっついフックを乗したく、まあバラン見た目のねなんていうかバランス的にもなるんですけども、シーバスロッドって結構柔らかいんですよね。曲がるロッドが多くて、あとはねシーバスの身切れ防止っていうところを考えても、最近ですねそこまでごつくない針で、しっかりベイトも最近ドラッグ機能上がってますからね、ドラッグをよく効かして、まあ引っ張られたら引っ張らしておくみたいな感じで、針を曲げないように、また、身がちぎれないようにして、それでもってねシーバス釣りやってるんですけども、そういう使い方でいくと、このフッ素加工で比較的大型のですねピアストレブルブルータル、これがね自分は使いやすいなぁなんて思って、買ってきてみたんですけども、接続のスプリットリングを忘れちまったなと思ってね。まあ今日ちょっとね紹介動画っていうことで、こんなルアーですよってねお見せできればなと思いますんで、またね動きとか実調動画の方はねまた後日になってくるかと思うんですけども、20番フック推奨だよってなって20番でバランスすると、ちょっとまあはい、こんな感じのバランスになります。これね流儀の20番フックね。で念のためね10番も買ってきてみたんですけども、やっぱり並べてみると20番くらいの方がねサイズ良さそうですね。で自分のお気に入りの針とかねつけてね、で友達は見てるとですねシングルフックのチラシ針とかでセッティングしてましたね。見るとシングルフックのまあなんだろう、青物とかで使うようなチラシ針みたいなのをつけて、より魚がかかった後にバレづらいようなねチューニングなんかしてるのを見たんですけども、自分とりあえずこれ買ってきたんで流儀のね20番サイズでやってみようかななんていう風に思います。何にしてもねカラーリングはこういうちょっとねファンシーな感じのカラー、カラーもガチでこの白狙いみたいなね色までね、いろいろな色が展開されているようなので、まあ 77g って書いてありますね。なのでまあ 100g ぐらいまで、あったそうだな 150g ぐらいまでショエル竿の方がいいのかな、そういった竿で、で短めの竿で投げてもうバシ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 ねアクションさせるっていう、こういう釣りになってくると思いますので、実際にね釣れたところなんかね、ぜひね ああいう感じで釣れるんだなんてね動画に残せたらなーなんて思うんですけども、それにはねまずちょっとシーバスとかね、通わないといけないので、こうねもうちょっとだいぶ寒くなってきたんでね、釣り場もね手もかじかむ季節になってきました。ただねまだまだね最後のね高反応なオフシーズンに入る前のですね、シーバス12月の後半ぐらいまで狙えちゃうと思いますので、チャンスがあったらね足げく釣り場に通ってみようと思います。というわけで、本日の釣り講 TV はこちらですね、ストライクプロとマングローブスタジオの、コラボレーション
ルアー、ビッグバンディットね、これを買ってきてみたよって、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。